ね、前回はですね、ちょっとね、会計士ということになってしまいましたが、ではまた今日、改めて気持ちを新たにしてですね、違うのをやりたいなと思います。前回はですね、ここやったのかな？確かね、確かこれはやったんだと思います。なので、今度はですね、こっちをやろうかと思うんですけど、で、ここはですね、一回これをやってるので、今度はこっちをやりたいんですけどね。1830から1850。アトランタに、やっていきましょう。共にキャツラを制しようではないか。俺を選んどけ。時々すべてを投げ、事業計画か。私がベス、私は本当のことしか。断固たるリーダーシップと規律が勝利へと導くのである。たまには変えてみるか。全員墓場に送ってやろあっちてえなら手段は選んでられねえよな。どうしようかな。あまり選びたくないね。でも一回ね、経験してみたいからね、ちょっとやってみましょう。俺のビジネスについて質問はなしだ。まあ、巡り合わせがゲームになります。今回は三者が相手だ。高評価を得たいのならタスクリストに注意しよう。いつも通りに、裏技をやります。株を買う。ようこそ、ハニー。で、あと13万円必要なんですね。13万円。あと16,000円。16,000円。君はどれくらいの間私の会社を指揮できるかな。1ヶ月？いや、2ヶ月が限度か。人の扱いには気をつけることね。これはもう約束ではなくて脅迫よ。セーブしとこう。さて、改めてやっていきますね。まずは、ネットワーク4つの町をつなげましょう。つなげればいいんですね。
ああ、間違えた。お金なくなっちゃったな。あ、違うな。ノックスビル。四半期利益を上げましょう。とりあえずお金がないからね。トウモロコシは こっちにはないんだ。ちょっとしか下ろさない。駅が4万円もかかる。通過するんだ。ってことはこっちもタイミング的には通過するって感じだね。ここで合流する。まずはトウモロコシ列車を走らせましょう。
あ、もう間違えて。間違えちゃった今。通過するのかな、また通過する。こっちも通過かな。あ、ちょっとだけ同じようにいかないかもしれないね。設定の仕方がちょっと違ってたかもしれない。通過だね。整備工場をつけないとな。まあでもね、整備工場は、ああそうか、つけないとダメだな。やっぱりこっちの駅にはねついてんだよね。全然荷物を下ろさない。OK。44,000円。44,000円。
15万円。余計なことやんないでほしいな。ああもうなんだよ。どうしたらいいのかな、これ。これちょっと一旦ムカつかな、これ。いいよな。大きい金にしようかな。ちょっとここがさ、距離が短いからさ、空で行くときはこっちから打撃した方がいい。いいのね。ルイビル。ここの前にこれルイビルを入れて、ルイビルで
金ないからな。15万円。15万円。15万円だね。15万円だな。金がない。単線でやんないとダメなんだよな。最初はいつもね、こういう伏線を作って失敗するんだよな。分かってんだけどね、やっちゃうんだよね。とりあえずね、この急行をやろうかなと思って、一旦というか伏線にしようかなと。これがね、96,000円もする。
あ、間違えちゃった。こっちは単線でいいんだよ。で、急行がね、ここ通したので、25,000円。4,000円。何だこれ、絡んでくるかね、君は。絡んでくる理由があるんだよね、ちゃんとね。角度が嫌だな、この角度。なんとかなんねえのかな。警備員とかつけられない。
緑マーク消えちゃったかな。ちょっとこう急勾配だね。緑マークが消えちゃった、残念ですね。無駄なことは君はやりました、はあ、ついついやってしまうんですね。なんでバグってんの、いちいち。この駅に寄っていきたいから、超大きい駅にして、お金がないのよ。これはたまんないね、たまんないね、たまらないね、たまんないね、たまんないね、
たまんないね。たまんないね。あと10しかないね。だん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 。在庫があと7、こっちまで持っていくとするとここに側線を作んないとダメだ。まあでも複製にしよっかね。あ、ねここにね、もう一個駅作った方が安いんだよね。4万6000円。4万6000円。待ってる。直前で止まるから4万6000欲しいんですけどね。直前で止まった。もう一声欲しかったんだけど。
9000円、2万6000円です。今度この牛を利用したいんだけど、めんどくさいなこれ。もうお肉があるからね、最低40万かかるんだよね。牛乳があるから。でもね、まだチーズは作れないので、巻きか砂糖きびが近くにあるね。あ、でも巻きが近くに、フルーツがないんで、あ、フルーツあるね。でも巻きがいいんじゃないかな。巻きで巻き巻きっていう感じで。あとは綿花があれば、製材所が一番いいんですけど、40万もかかるんだよね。その時までキャンペーンが続いてるかどうか疑問ですね。牛、ここに牛を持ってきたいね。ここに牛があるからね、ここから持っていった方がいいんだよ。わざわざこっちから持っていく必要性がない。
40万円なんてたまんないよね。諦めた方がいいね。時にはね、諦めが肝心よ。諦めが肝心よ。今度この薪をね、各地に届けたいなと。4万円。4万円。ルイビル2、まあ、ルイビル2はこっちだよね。多分こっちまで行くんじゃないかな。
新興ビジネスは無理。7万円。7万円。Good boy, you know. And do it.
薪はね、こっちにもあるかな。こっちにあるものをね、持って行ってもしょうがないんですよ。ここにありますね。はあ、まあここに持っていくぐらいだね。あとはこっちのこの町にはさ、ここから持っていった方がいいわけだから、あんまりここを作る意味なかったね。ちょっとここを 通るように。こっちまで行くんだったらさ、大掛かりに作った方がいいけどさ、ちょっと無駄な感じになっちゃったね。向こうのトウモロコシと同じような感覚で作ってしまいましたね。接続ボーナスだね。12万円。ふう、眠くなってきたな。ここにトウモロコシがいます。トウモロコシとつなげちゃおう。
金がないんだパン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 ボケーとしております。ボケーとしております。お金がなくて何もできない、何もできなくてつまんないよ。ここにね、整備工場つけようかなと思ってんですよね。8万円かかるので、ちょっと今はもう何もできない。何もできない。たくさん列車を走らせてるのにね、全然お金がね、入ってこないんですね。40万貯まればね、あ、30万でも大丈夫だね、ここ。お肉がないからね。お肉だったら30万。ちょっとやってみる？
34年ね、今年中だね。お金なんか貯めてる場合じゃないかもしんないけどね。あ、でもちょっとやってみるか。誘うね。あと15万ちょっと。あと 10万ちょっと。あと8万円ぐらい。あと5万8千ぐらい。2万がね、なかなかね、あとちょっとっていうところでね、止まるんだよね、いつもね。あとちょっとなんだけどね、あとちょっとっていうところで溜まってちょっと減るっていうのはいつものパターンですね。でこことつなげちゃおう。あ、信号つけちゃった。信号なんでつけたってしょうがないんだ。これをつけたかったんだよ俺は。こことつなげる。ね、麦ね、これ麦が、あ、麦はこんなとこにある。肉、牛だね、これ。牛をね。麦を挟んでつなげちゃう。まあ整備工場はここについてんだよね。ここに整備工場つけちゃう。お金がないんだよ。あるよ。その名前もわかんない。
ゴはないんだね。ニューヨークとかはあるんだ。端っこにね。おお、行ったんだ。ちょっと疲れたから今回ここで。